えっと、韓国語の初歩的な文法です。これ音読します。音読します。じゃあ、ここから、えー、音読します。語順。文の構造。韓国語の基本的な語順は、主語プラス、目的語プラス動詞。主語プラス、目的語プラス動詞。あ、日本語と同じかな大体。です。SVO です。 英語や日本語とは異なり、動詞が文の最後に来るのが特徴です。あ,あ動詞は文の最後ね。はい。わかりました。例文。えー、っと、ナヌン・パブル・モゴヨ。ナヌン・パブル・モゴヨ。これが世なのね。大体わかってきたぞ。私はご飯を食べます。えー、っと、ナヌン・パブル・モゴヨ。モゴヨが、えー、っと、食べますっていうことですね、きっとね。 で私はが、なぬん。で、えっと、ご飯をパブル。これご飯なのかな。はい。女子。女子は文の各要素に役割を与えるために使います。主に以下のものがあります。四角女子。パッチ。パッチム。あり。パッチム。なし。礼。本が。 私が、これ本がなのね。目的、私目的確、女子。パッチもあり、パッチもなし。これパッチもあり、パッチもなし。ちょっとよくわかんないけど、ま、あいいや。えー、本を、な、これが、あ、これね。 本を。場所を表す女子。で、これ家に、公園で。うん、これがね、これでは。えっと、つまりこれが、あ、これか。これか。はい。え、動詞の変化。 動詞は定寧形や過去形などに変化します。基本の形は、これなんだ。で終わる、えー、っと、時形、辞書形です。現在形、動詞の五感、プラス、これとこれ。あ、これよ。んとかよ。んとかよ。あ、ただなんとかとんとか。あ、これ、これ、形違うか。えー、っと、食べる。食べます。 食べるがこれで、食べますはこれなのね。食べるがここなんだろうね。これか、これ、これか。はい。過去形、動詞の五感プラス、これがあるんだね。えっと、食べる。これが食べる。 食べました。食べましたんだと、これを使うのね。はい。否定文。否定文は、動詞の前に、を置くことで作ります。例文。えっと、なぬんぱぶるあんもごよ。なぬん動詞の前にこれを使うの。あ、つがら、もゴヨよの前にこれが入ってるのね。 あんなのあ、わかった。ナヌン・パブル・アン・モゴよ。私はご飯を食べません。質問文。質問文を作るときは語尾に、よをつけます。よになるね。はい。えっと、パブル・モゴよ。ご飯を食べますか